カツチャンネル。チャンネル。テイク2。テイク2行きましょう。オッケー、流れじゃないわ。漢字は分かった。オッケー、行こう。KTM カツチャンネル。イエーイ。新しいバージョン。新しいバージョン。やってみた。やってみた。今度からこれで行きましょう。いい感じやったね。そうね。意外に、そうね、なんか好きよ。競馬どこ行った？競馬。おお。競馬まだちょっとブレてないから。で今日は店長からの持ち込みで、はい、やばいよ40になりましたおっさんですが、ついさっき TikTok インストールしました。遅いよ。おっさん。いや見てたらめちゃくちゃ面白いですねやっぱり。面白いよ、ね。うん、もうずっと見ちゃう。ということで、僕らもやりたい。はい、やりましょう。やりたいんじゃーん。競馬どこ行った？え？いや、絡めるよ。絡めるね。無理やり絡める。僕初心者なんで。はい、俺もなんだかんだ初心者。どっちもある？どっちもない。ないないない。ないでしょ。ある？あるよ。え？あるよ。概要欄に載せときます。概要欄に載せときます。まずは何からすればいいのか。そうね。ちょっと。あの流行り、流行りを取る、うん、乗っかってきたいは乗っかってきたいです。行きますか。はい、風チャンネル店長です。あれ、リホツンがまつげでバッサバサ風を送っております。感じますか？皆さん感じますか？おっと、次は魔法使いなだけあって、どうやら背中が痒くなるビームを送っているようです。皆さん気をつけてください。楽しかった。楽しかった。楽しかった。やばい。なんかね、YouTube よりも再生回数が上がるっていう、ね、一瞬でこの間の動画抜いたんじゃないかな、多分。本当にね、ネタ見でしかない。いや、でもね、面白いでね。面白かった。え、面白かった。面白かった。じゃあ、俺の再生回数は284、うん、リホツンの再生回数は197、店長のやつが143。少ない。なんか買ったかも。多分ハッシュタグのせいです。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。ごめん。キュンです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 。です。はい、僕のおまけ予想も一つ、新潟は、ザトコースですね、コーナーがきついんで内枠先行有利ということで内から行きましょう。ライガーインディランクチェック、どっちかが
くるんじゃないですかね。あとね、13番ニュートンテソロ、これね、もし内枠に来てたら、本命だったんですけどね、初ブリンカーで、差し足も効くっていうことで、これも注目したいと思います。もし当たったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。